私にはばかれるために」「なんだろう寂しいわけじゃないのよ」「この愛は世界で一番綺麗な宝石」かけて今日迎えられることになりました。これだけ音楽一つとっても時間をかけて作れたものはないと思いますし、オリジナルミュージカルを作ることはとても大変ですけれども、日本語の美しさであったり、日本語の歌詞だから歌える歌であったり、そういうものを目指して蘭子さんの力をお借りして怪人と探偵、この作品を作ることができました。素晴らしいキャスト陣、スタッフ、みんなの力で今日迎えられたと思います。森雪之丞さんから5年前に怪人二十面相をテーマにしたミュージカルを作ってみたいというお話を伺いまして、それは面白そうだと思いましてですね、この劇場で初演を迎えさせていただくことを本当に嬉しく思っております。昭和日本が生んだダークヒーローをこれまでなんでミュージカルにできてこなかったのかなって不思議に思うぐらい面白い題材をいただいて、そして明智小五郎、そして怪人二十面相という永遠のライバルが、本作ではですね、奪い合うのが、世界の財宝を超えたもの、それがまあ一つテーマになっていまして、それが、ここにいる真ん中にいるリリカを演じている桜子さんだったりするというところがですね、本作のとても面白いところではないかというふうに思っております。先ほど雪之丞さんがお話になったように、日本でのオリジナルミュージカルというのはなかなか、成立しにくい部分もあるんですけども、今回頑張ってみんなの力で作っておりますので、非常に面白いものになっているのではないかと、自負しております。怪人二十面相という役のお話を最初雪之丞さんからいただいた時に、おお、いろんな20の顔を持つ役を演じることができるのかと、まず興奮しました。出来上がってくるものを、見ながら、そして白井明さんと会いながら、なんか一つ一つのブロックがピースができていく過程から、そのピースがしっかりと一つの形になる、ここまでやっぱり俳優としても、また一人の子としても携わることができている、この経験はこれまで僕がミュージカルのいろんな経験の中でやっぱりなかなか味わうことのできない経験させていただいてるんだってすごく思っています。新作、オリジナルミュージカルですから、本当にいろんなことが毎日現場で起こっています。でもそれはお客様に見に来ていただいて、そして見に来てくださったお客様が「ああ、すごいエンターテインメント見た、楽しかった」、そして白井さんのこの世界観、雪之丞さんの世界観、そしてこの個性がみんな揃った俳優たちの力がちゃんと実っている、その全てで出来上がっている、あ、見に来てよかったって、そこが一つのゴールであって、またスタートラインだと信じて、日本初のオリジナルミュージカル、どうぞ応援をよろしくお願いいたします。明智のイメージとしては本当に完璧なスマートな人だったんですけれども、そこにやはり今回の「愛」という、一つのテーマ、そこにやはり人間の感情というものをすごく感じております。それは憎しみ、怒り、嫉妬だったり、そういう、二十面相の明智小五郎も一人の人間なんだというところの、その人間ドラマのようなものが一つ、この作品、ただのエンターテインメントだけではなく、この人間ドラマがちゃんと描かれているところがこの作品の魅力の一つでもあるのかなと思います。そして個人的にはアッキーさんと2回目の共演ということで、またこうして、ライバルというか相対する役を演じさせていただけることは非常に光栄で、もう対峙するたびににやけてしまうというか、気持ちが高揚する気分でございます。その他にも本当に個性豊かなキャストがですね、この舞台上でさまざまな表情を見せるので、この怪人と探偵、ぜひよろしくお願いいたします。そうですね、オリジナルミュージカルってこんなに変なんだなって私自身も実感があるんですけれども、私以上に雪之丞さんや白井さんはじめ本当にスタッフの方が、すごくご苦労されている姿も横で感じつつ、千秋楽に向かってどん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 変わっていくんじゃないかなと思ってます。まあ、それは特にオリジナルだからっていうことで、作っていく側でももっとこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないっていうのがこれからもっと出てくるのかなと思います。なのでこんなに変化の出るミュージカルないんじゃないかなって今でも私は、思っています。はい、なのでぜひたくさん見に来ていただきたいです。ミュージカルということで普通の芝居よりよりスポーツに近いような感じがします。ああ、こんなに体を動かすのは久しぶりだなというふうな時間でございます。今回一番最年長になるんですけども、そんなに僕も皆さんとやってると非常にやっぱり気持ちが自然になるっていうのが一番僕はこの中で実感できたことですね。そしてこれから最終日に向かってですね、もちろんこのカート兵庫の舞台、いろいろな形でその日その日にいろんな形で花咲く場面が多いんじゃないかと思います。ですから一度見に来た人が次見に来たら全然違う印象の怪人20名相というこのミュージカルになってるかもしれないと思うので、ぜひその辺をですね、見に来ていただきたいなと思います。それから最後に、僕は子供の頃少年シリーズ「怪人20名相」とても好きで読んでいたんですけど、こんな形で舞台に出れてとても幸せです。本日はありがとうございました。完全なる個性的なコスチュームの高橋です。今回このインパクトのある役を与えていただいたことにとても感謝しています。カンパニー自体もですけど、スタッフさん、そして、陰で支えてくれている方々みんな一丸となってこの作品を作り上げました。六角さん含め私もこんなに走る舞台は新幹線以来びっくりしております。なのでいい感じでこのボディーラインがキープされればなと思っております。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、とても面白い作品になってると思います。お子様が見てもとても面白い作品になってると思いますので、ぜひお子様がいらっしゃる方はお子様のお連れになってご覧いただけたらなと。きっと見に来てくださるお客様それぞれの仮面、なんかそういうものもまたこの物語の中から感化されたり、またインスパイアされたり、本当にいろんな形でこの二十面相、そして明智心の VS、 そして愛という形があって、そしてないもの、でも確かなもの、そういった一つ一つのなんかキーワードがこのカートという劇場いっぱいになんかキラキラとギラギラとエナジーを持って届くように最後まで頑張っていきたいと思っております。目に見えないものと言いましたけども、それは決して怖いものではなくて、神様です。舞台の神様、そしてエネルギーを持ってこの舞台の最後まで務め上げられるように、本当に精進してまいります。どうぞ皆さん応援をよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。